岐阜市を代表する観光スポット金華山ロープウェイ。その乗り場に併設する土産物売り場に人気のご当地商品があります。岐阜市を流れる清流長良川を名前に冠した長良川サイダーです。サイダーを買った観光客は、主人がサイダーが好きで、どうせ買うならご当地のものを持って帰ろうかなと思って買いました。いろんなとこサイダーの各地回ってサイダーの地元のやつあるんで、長良川の話なんで良かったかなと思って買おうと思いました。2012年に発売した長良川サイダー、現在主に岐阜県内の土産物店や道の駅などおよそ200カ所で販売、他にインターネットでも販売し、年間およそ10万本を売り上げる大ヒット商品となっています。長良川のほとりに立つこちらの施設、鏡岩水源地、環境省の名水百選にも選ばれる長良川の伏流水を汲み上げ、岐阜市内のおよそ3割の地域に質の良い水道水を供給しています。長良川サイダーを開発したのが、岐阜市に会社を構える金森キート店の企画営業部長、金森正親さんです。ここのそのお水を分けていただいて、サイダーの原料として使わせていただいてます。川の伏流水ということで、すごく綺麗だということと、美味しい。三重県桑名市にある長良川サイダーを製造する工場、長良川の美味しい水の魅力がストレートに伝わるようにと、グラニュー糖だけで甘みをつける昔ながらの製法で作っています。長良川にほど近い場所に立つ金森キート店、およそ350年前の江戸時代に刀鍛冶として創業、その後茶道具の店を経てキートの店へと変遷を遂げました。そして現在は食品などの包装資材の卸売りが本業という、時代の流れに合わせて新たな商売を手掛けてきたユニークな会社です。金森さんは12代目の跡取りとなります。ずっとここで岐阜でお世話になって、商売やらせていただいて、多分この町を出ていくことっていうのは、もう会社畳む時かもう死ぬ時ぐらいだろうなとは思うので、やっぱりしっかりと、ここでやってる意義というのは持っていたいなと思いますし、必要とされる存在でありたいなと思ってます。そんな金森さんがなぜ長良川サイダーを生み出すことになったのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。2012年に発売を、サイダーの発売を始めたんですけど、その少し前にその長良川音泊とか、そういった街づくりのに携わる、その僕らと同じような世代の人たちが、活動しているのを見てて、なんか自分にもできることってないかなと思って、もともとやりたかったその何か商品を作りたいという部分と、そういった街に対して何かしていきたいという思いが重なって、商品を作っていくというところに今たどり着いたわけなんですけど、岐阜の町ってその川があって町がここにできていると思うんですよ。生活にもすごく密着してて、豊かな水があるからここに町ができていった、恵みを返していくことって大事だと思うし、恵みを受けてるっていうことにやっぱちゃんと気づくことが大切かなと。川のその透明感とか、その綺麗さとか、水の美味しさっていうものが表現できるものかなと思うので、川の澄んだ水のイメージは伝えていかなきゃいけないなと思ってます。岐阜市の氏神稲葉神社、
その中に立つ水を司る神様、黒龍社に参拝する金森さんの姿がありました。お供えはもちろん長良川サイダー、川の恵み、水の恵みを、商品にさせていただいてますので、この最初にこの仕込んだ時には必ずロットごとに、お参りはして、最初の1本目を、お供えして、一番最初に飲んでいただくのは、神様にしようと、ずっとこの水の豊かな恵みが岐阜の町にあるようにという思いと、あとは一つ商売もうまくいくようにということでお願いはしています。そして金森さんは長良川の源流の森を守ろうと、毎年郡上市明豊地区で植林を行っています。サイダーの売り上げの一部をその際の苗木の購入に充てているのです。岐阜の魅力を、発信できるようなものを展開していきたいと思いますし、その商品であったりとか、それは職人の活動であったりとかを通して、岐阜に行ってみたいなと思ってもらえるようにもしていきたいですし、岐阜の町に住む人たちにとってもその川に目を向けるきっかけになったらいいなと思ってますので、そういった活動は続けていきたいなと思ってます。岐阜市近郊はかつて上流域で伐採された木材や美濃和紙の流通拠点として、その後は繊維の町として栄え、その時々に長良川が大きな役割を果たして栄えてきました。また長良川は飲料水に用いられるだけでなく、名水百選に選ばれ世界農業遺産に認定されるなど、流域の美しい景観とともに豊かな天然資源として注目を浴びています。ご覧いただいた金森さんは、ふるさとを深く愛し川への感謝の気持ちを大切にする中で、お土産物の開発を思い立ち、多くの人々に支持されるヒット商品に育て上げました。柔軟な発想で環境の変化に適応し、地域資源の魅力を十分に引き出して、身近で親しみやすいオリジナル商品を開発したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。